なんか庄原にあるさ東映っていうところで、セルフレジの非接触センサーを搭載したやつが、採用されることになったみたい。広島県の高齢者率が 40% を超える庄原市でスーパーマーケットを運営する東映は、自社店舗で使用している既存セルフレジに広島県の支援を受け、知能技術製のタッチパネル非接触化センサーを導入したと。これは、新型コロナウイルスの感染後遺症重症化するリスクが高い高齢者を、不特定多数の人が触るタッチパネルから新型コロナウイルスの非接触新型コロナウイルスの接触感染から守る取り組みですということらしいんだけど、で、まあ言った通りよな、高齢者を守るために感染リスクを下げる、でそのために、非接触型のセルフレジを採用したと。で、同時に高齢者のみならず多くの市民を新型コロナウイルスの感染を防止することになり、山間部での医療崩壊やパンデミックを防止することにもなりますと。確かに庄原って、俺も何回かしか行ったことないから、ちゃんとなんかこう庄原っていう場所を把握できてるとは言えんかもしれないんだけど、割となんて言うんだろう、こう福山と比べるとちょっと田舎なのかなというイメージはある。悪い意味じゃなくね悪いこんなとこで悪い意味で言うやつおらんと思うんだけど、悪い意味じゃなくね。そうだから医療崩壊とかをしてしまうとやっぱりやばいわけよ。特にな、行くのも大変。結構福山基準でちょっとあれになっちゃうから申し訳ないんだけど、遠いんよね。そうこっちの割と、でそれこそ山とか山間部って書いてある通り山とか越えていくような感じなんで、やっぱそので、高齢化も進んどるが進むじゃん、やっぱそういう場所って特に。そうだけど医療崩壊を起こしたらやばいよねっていうことで、企業がこう先んじてねこういうのを搭載したと。これありがたいよね。年齢関係なくありがたいよねこういうのってね。高齢者が多い山間部都市で感染拡大を防止する取り組みね。東映は広島県庄原市で営業を行う地元密着型スーパーマーケットです。東映ってとこ俺行ったことないからちょっと俺はよく分かってないんだけど、またもし庄原行くことがあれば行ってみるわ全国のスーパーマーケットで普及するお客様が自分で操作をするタッチパネル式のセルフレジを閉店でも導入しています。これね、東映っていう会社のなんていうかな、使っていい資料というかのやつを今読んでるんだけど、かといって知り合いがいるとかあれじゃないよ、なんかこういうそういう動画を作ってくださいって言われたわけではなくね、自主的に、これ広島県の話題だと思ってそう今話しているという状態ね。庄原市は山間部であり高齢者率も 43% を超えているため、万が一不特定多数のお客様が触れる閉店のタッチパネルからのお客様が感染されること、特に重症化しやすい高齢者のお客様の感染を懸念していましたと。店の営業的にもやっぱもしそのお店からね感染者が出ちゃうとやっぱり大変なことにもなるし、あと単純にそのお客様を大事にしたいっていう思い、両方だろうねこれはね。知能技術性指マウスライトかな指マウスライトかな、導入。そこで弊社は広島県が実施する令和2年度新たなビジネスモデル構築支援事業を活用して、知能技術株式会社所在地大阪ねが提供する画面に触れず操作ができる非接触型操作デバイスをお客様が会計時に使用するタッチパネルに設置しましたと。当該製品はすでに回転寿司チェーンくら寿司にも導入され、
初めて使う高齢者にも使いやすい非接触センサーのため導入を決めました。くら寿司で使ってるのと、まあ、同じような感じということなのかな。俺普段くら寿司ちょっとあんまり今まででも数回しか行ったことなくって、スシロー派なんで聞いてないかスシロー派なんでくら寿司ちょっとあんまり存じてないんですが、行ってみたいなと思うんだけど、行きやすいよねスシローがな。スシローの話いいかスシローの話もいいな、本装置の導入によりお客様にも安心してお会計いただけます。今後も地域のお客様の買い物スタイルに合わせながら安心安全な買い物環境を提供できるよう努めてまいりますと。まあ大事なことよな。でこれが説明用のポップだって。画面を触らず空中で操作できる AI センサーを設置しております。だから画面に実際に触らずにできるから、感染リスクが下がるということやな。このデバイスの特徴は感染力が強い変異型新型コロナウイルスの感染者が増拡大する中、エレベーターボタンや店舗の会計装置、ATM や駅券売機など不特定多数の人が利用する装置からの接触感染リスクが高まっていると。そこで知能技術はこれら装置に触れず空中で指を動かすだけで操作できる非接触センサー、指マウスでいいかな、指マウスライトかな、を開発しました。この装置は既存の装置に後付けで付けられます。ああそうなんだ、それはいいね。そもそもの使ってるやつをなんて全部総特化しなくていいっていうのはいいね。また既存装置の USB ポートに設置するだけですぐに使え、既存装置の改造変更やキャリブレーションする必要はありません。だけどなんか取り付けに際して難しいことはないよっていうことか。今回も以前から使っていたセルフレジに接続した瞬間から非接触操作ができるようになりました。というけなんていうんけ、あれなんていうんけ、あれもいらんということよね、あれなんていうんけ、出てこん。あのさ、なんか新しいデバイスを使うときにさ、パソコンになんかインストールするじゃん。ちょっと名称出てこんけ、名称出てこんけど、で普通に挿したらすぐ使えるようになるっていうことよね。それはすごいね。すでにくら寿司以外にも病院や飲食店などで導入されていますと。なるほど。こういうのがこう、まあ、庄原もそうだし、まあ、福山もそうだし、広島県だけの話じゃないか、全国にこれがまあ当たり前にね導入されていくと、また何て言うんだろう、コロナがさ収束してもさ、インフルエンザとかはさずっと残っていくわけじゃん。でインフルエンザとかに限らず、なんかこのちょっとでもこう接触を避けた方がより無難に過ごせる時期って毎年あるじゃん。でそういう時になんかこうコロナ以外もちょっとでもリスクが下がるのであればいいよね。だからこういうのが普及していくっていうのはすごいいいことかなと思いました。なんかこう広島県に関するなんか新しい話題とかがあったらこんな感じで伝えていければいいかなと思ったんよ。実際にはこういう感じで使うんだろうね。これでこう空中でこうやってたら認識して押したことに なるんだろうね。で実際に使ってる様子はまあこういう感じになるんじゃろうな。だけどなんかこう旗から見るとあれ押せてんの押せてないのみたいな感じに見えると思うんだけど、実際は、接触せずに、使用してるということなんだろうね。これ指マウスでいいんかな、指マウス、指マウスっぽくない、指マウスかな分からんけど、でこうやってまあこうイメージはこんな感じみたい。まあなんかまた面白そうな情報があれば、これ結構最近の話みたいなんで、情報が出てんのが2021年5月19日、午前9時51分なんで、なんかこう結構昔の話とかをさこのチャンネルではしたりさ、なんかこういうとこ行ってきたよとかって
いう話もしたりするけど、まあ、こういう最新の、まあ広島県付近、まあ、岡山とかも近いからなんか、あとまあ気になるガジェット系とかは全然地域とか関係なくね、興味あるからさ、なんか幅広く喋っていけたらいいかなと思ってますんで、興味ある方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございます。